9月3日あれは元年正式に、今日本日もって、白鵬賞という名前で、日本国籍を獲得することができました、はい、ここに書いてあるんですよ、あの新記録の時の000333回収。ああ、そのパスポートナンバーがそれになってるってことですか。はい、さよなら、モンゴルのパスポートよ。さよなら。あ、一番上にあって。そう。おめでとうございますって言っていいんですかね。一応そうじゃないかなと。なら今日白鵬賞の誕生日。はい、そうですね。5月3日か。